はい、おはようございます。やってまいりました。今日のワンコンテンツ、本日お送りするのはこちら、マジカルタルルートくん2、魔法大冒険。1の方は割と有名なイメージがあるんですけど、2の方はどうでしょうね。なんか、他の人がやってるの見たことない気もするけど、1992年の6月19日、もうファミコンの終わりの時期ですね。終わりの時期というか、終盤の最後期と言われる時期ですね。一応1のルールとは全く違うルールのゲームだった気がする。たこ焼きに乗れたのが1ですけど、たこ焼きに乗れないやつですね、これ向かいは。はい、というわけでパッケージ画面用意したっけ？あ、用意したね。はい、こんな感じです。はい、やっていきましょうか。今日のワンコンテンツ、1回ゲームオーバーするまでにどこまで進めるでしょうか、どこまで、このゲームはどんなゲームですよってお送りできるでしょうか、的な感じでお送りしております。はい、やってまいりましょう。いろんなモードあるな、これ。確かうっすらやったことあるけど、中身は全然知らない。あ、やっぱこの時期だともうグラフィックと最高ですね。ファミコン最高レベルに近づいてきてるのではないでしょうか。これってアニメあったんだよね、普通に。全然記憶に。とりあえずデモ画面みたいなのが始まるまで待ってみますけど、どうだ、なんか始まるかな。さすがにこの時代だったら何かしらありそうな気がするけど、あ、ない、ないパターンですか。そうですか。ね、先月、先々月、2月にマジカルタルルートくんの1をやったに近い動画になってしまいましたけど、今回どうでしょうね。どうなることやらです。じゃあスタートボタン、 A ボタン、スタートボタン。おっと、秋湯か。初めからで、前のこのカセットを前持ってた人の名前が出てる。じゃあ初めからで、お、初めからか。ファイル名を決めてくれ。どっちを殺してしまえばいいんだ。じゃあ、一旦消さないといけないのか。ちくしょう、ファイルを消すのか。消さないの初め、あっさり消えたな。はい、江戸城本丸だよね。名前決めんの。江戸城の入り口で、じゃあ。ねえな。終わり。レベルを決めてくれ。まあ普通でいきますよ。普通簡単だ。難しいはないんだね。おっと、あー、グラフィックすげえ。知ってる本丸くん、何ですか。たこ焼きレベル1、本丸3。え、隣のやつがなんだか変なのよ。うわ、怖っ。今ちょっと前にいるか確認しました。大丈夫かな。どんな風に、まあそうなるよね。変だ。転校してきた男の子が暴力振るって家来にしてこぎ使ってるんだって。先生とかはどう、何をしてんの。どうなってんのこの教育。恐ろしいな。小学生だよね、多分ね。中学生だっけ。小学生編から中学生編になるみたいなことだっけ。よくわかんないな。その物語はよくわかってない。へ、あ、中学生だっけ。嫌よね。大丈夫だよ、かわいいようなちゃんには俺がついてるぜ。何が始まるんです。第1話、謎の転校生。え、次の日。おっと、ああ、この画面、なんだい、おまる、こんなにボロボロになって、あ、ボロボロになってるの。転校生にイオナちゃんたちも連れて行かれた。何やってんだってね。ほんと、それは待っていてね、今行くから。おう、あ、妹だっけ。妹じゃないんだっけ。そう、タルルとの言い名付け的ポジションのやつだっけ、この子。ミモラちゃんだっけ。よくわかんない。ちゃんと呼んだことは一切ないんだよね。この画面は一緒か。風船に行けばいいんだろうな。
1と一緒な感じだね。あ、一緒だな。たまちゃんから一言。このステージのどこかに分かれ道があるわ。何それ、何それ。本丸は何を使える、樽は何を使える、使えるがあるんだ。とりあえず樽使うよ。とん、たこ焼きは乗れはしないはず。危ね、この攻撃のインターバルの間に詰められ、危ね、いてーで、いけないといけないのね。え、でも今こういうてたよね、多分ね、多分ね。3機あるから3人試せるって多分。じゃあ本丸でパンチ、パンチ、パンチ。どうなんだろう。セレクトボタンに何かしらアイテムを使うことができる。これ何が何だろうね。スペースじゃないと本当わかんないね。まだ解放されてない相手は多分まだ使えないってことだろう。とう、うわ、あ、あ、しまった、乗れないんだった。これは短いぞ。三村先生パンチ、え、パンチなの。こうキャラクターに個性が、個性が、あ、プリンだと。あ、しまった、なんでちょこんで押したんだろう。容赦ねえな今回。2は容赦ねえ難易度やな。なんかすごいぞ、怖いね。やられた覚えながら進んでいくゲームだとしても、だって最初の敵でね、あれ明らかに雑魚敵でやられてんだもんね。いやー、ちょっともうちょっとこれは見てみたいな。はい、というわけで今日お送りしてきたのはマジカルタロルートくん2魔法大冒険でした。疲れ様でした。さよなら。あ、今月の更新も、更新が4月1日か4月2日か、お疲れ様でした。